皆さんこんにちは、しほです。今日はですね、今からナイトルーティンを撮りたいと思います。ちょっと息子を抱っこした状態ですみません。今日はですね、夫がね出社の日で帰りが遅いんですけど、息子と2人の夜の過ごし方を撮りたいと思います。どれだけねカメラを回せるかちょっと不安なんですけど、やっていきたいと思います。最近は夫も出社する日も結構あるので、週の半分ぐらいはこんな感じで夜息子とね、2人で過ごしております。だいぶ甘えん坊でべったりさんなので、あべた痛いなんかこうやってやってここに頭突きしてくるんだよね痛い痛いんだけど、そんな感じで今日は2人のナイトルーティンを撮りたいと思います。あ、じゃあここ座ろっか座ろっか。すいません、ちょっと息子が隣にいるので声が入ってしまうかと思うんですけど、ご了承ください。で、今回の動画なんですけど、毛穴なでしこのお米のマスク紫外線予報、透明白肌などで私もいろんなアイテムを愛用させていただいている石澤研究所さんとのコラボ動画になります。嬉しい、パチパチとっても嬉しいです。私一人でねお風呂に入れる時はもう本当にバスアイテムやスキンケアに余裕がないので、そんな日におすすめのアイテムもこの動画内でご紹介できたらいいなと思っています。そちらも合わせて紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。ウーバーを頼もうか、ちょっと食べようと思ってたサンドイッチとかが余ってたりするので、あるもの食べて済まそうかなと思ってます。今日も日中も打ち合わせしたりとか、編集作業息子が寝ている合間とか塗ったり、一緒にこう膝にいてもらいながら出たりとかして過ごしたので、バタバタでしたね。で、さっきちょっと少し1時間ぐらいなんですけど、支援センターにも軽く行って息子を思いっきり遊ばせてっていう感じで過ごしています。今は一人で絵本を読んで楽しんでますね。なんかこの感じすごい懐かしいんですけど、一昨年ぐらいかな、自粛の家での期間の時に Uber 貯めながら喋るみたいな動画を撮った記憶がある。なんかその感じをすごい今思い出しました。多分この動画ね、今はね息子もいて、どうしよう、今日 Uber しちゃおうかな、悩む。サラダ食べたいな。お風呂はですね、一緒に入ってますかっていう質問ね、前インスタで質問を集めた時にすごく多くて、ワンオペのお風呂事情聞かれたんですけど、お座りが安定してきていて、お風呂でねおもちゃで遊ぶのが大好きなんですよね。なので床に座って遊んでいる間に洗うんですけど、まあ、やっぱ日によってはお昼寝の時間がちょっと短かったりとか、なんかこう体力ね使って眠かったりとかして、お風呂の中で不機嫌になってしまうこともあるので、いつもねスピード勝負で一人お風呂の時はもうやってますね。今日みたいにちょっとねメイクをしている日とかだとクレンジングはねなかなかこうゆっくりできなかったりするので、ダブル洗顔不要のものだったり、あとはこう濡れた手でも使えるククレンジングはすごく重宝します。メイクしてない日だと洗顔から入るんですが、洗顔も泡立て不要でもう泡で出るタイプとか、最近だとなんかジェル状のもので泡立て不要のものとかも結構ねたくさんあると思うので、こういうのを使って少しでもね工程を減らすようにしています。あ、はい、こちらですね。はい、どうぞ。ボディーソープは妊娠中買ってよかったものっていう動画でも紹介したんですけど、泡で出るタイプのものを使っています。でシャンプーとトリートメントなんですけど、ちょっと今日その石澤研究所さんとのコラボ動画でずっとねもうねこの動画撮るのが楽しみで早く紹介したかったものがあるので、ちょっとお風呂の時にまたゆっくりご紹介したいなと思います。とりあえず息子のご飯と私のご飯を済ませます。行きますよ。そしてシャンプーとトリートメントアイテムをご紹介します。ワンオペの日は必ずこれだし、一人お風呂でなくても最近はこちらを使うことが多いです。セラムスエデンの女神4ダメージです。私は4ダメージを使っていますが、4スカルプや1回分サイズもあります。なんとこちらの商品がシャンプーを使わずに髪と地肌を洗えるトリートメントで、シャンプー、トリートメント、ヘアマスクがこれ1つで完了します。3つが1つなのでコスパもいいです。今回コラボ動画を撮るにあたって事前に何度か商品を試させていただき、これは紹介したいと思い動画撮影をしているのですが、初めて使った時から髪の毛に変化を感じていてとっても感動しました。ミディアムヘアの私はこれぐらいの量を使用しています。泡立ても必要なく髪と地肌になじませるだけなので本当に工程が少なく楽です。洗い流した瞬間から髪がツルツルだと感じられると思います。もう寝て、夫も帰ってきて今8時40分です。本当にずっと紹介したかったんですけど、あのね、ドライヤーやってもうツルツルサラサラなんですよ。もう本当に初めて使った時から感動ものでびっくりして、普通に1人でお風呂入れない時も使うというか手を伸ばしたくなってつい使ってしまいます。すごいサラサラなの伝わるかな。私のここ最近で本当に皆さんにおすすめしたくてお話をいただいて使わせていただいて、もう1回目から違いを感じたので早く紹介したくてやっと紹介できました。こんな感じです。ちょっと昼間できなかった分の仕事をして今日は寝たいと思います。ではバタバタでしたがおやすみなさーい。はい、ということで今回は夫がいない日1人の時のナイトルーティンを撮ってみました。ちょっとバタバタにはなってしまったんですけど、リアルな感じがこんな感じになります。今回動画内でご紹介させていただきましたこちらテラムスエデンの女神、本当に気に入っていて皆さんに早くご紹介したかった商品になります。これ1本でどうして汚れが落ちるのとかちゃんと洗えてるのっていう不安がある方もいるかなと思うし、私も最初不安だったんですが泡立たずに汚れを落とすクレンジングクリームのような働きで汚れになじみすっきり洗い落としてくれます。洗浄効果は一般的なシャンプーと同等みたいです。で、自分のことはねもうご機嫌なうちにパパって済ませてしまおうっていうことがもう本当にここ最近は多くて、でこの商品はかける時間は短いかもしれないんですけどしっかりね髪の毛が潤ってくれるので満足度がすごく高いと思います。今日も次の日で撮影してるんですけど本当に髪がツヤツヤサラサラです。こういったワンオペの日とかに限らず今日はねもう普通に疲れたしゆっくりお風呂に入れるけどシャンプーとかケアはパパッと済ませたいなって日にも結構助かっています。ママさんに限らず忙しく働く女性にもおすすめしたい商品です。ぜひ気になった方は使ってみてほしいですし、下の概要欄にリンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。髪の毛の調子も本当にいい感じです。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。So damn cold.